さん、こんにちは。セイカです。もうすぐ5月が終わりますね。とっても早いですね。皆さん、5月はどうでしたか？楽しいことをたくさんしましたか？今日は5月が終わるので、日本の5月のニュースを皆さんにシェアします。今日私は5月のニュースを2つ選びました。1つ目はコロナのニュースです。2つ目は芸能人の結婚のニュースです。ニュースの話をしながら一緒に日本語を勉強しましょう。まず1つ目のニュースはコロナのニュースです。皆さんの国のコロナの状況はどうですか？日本は今コロナの状況があまり良くないです。まずはこのグラフを見てください。日本国内の感染者数と書いてありますね。日本国内は日本の中でという意味です。感染者数はコロナになった人の数です。なので、日本の中でコロナになった人の数ですね。グラフを見ると、5月の中旬、12日ぐらいの時、感染者数がとても多いですね。今はだんだん少なくなってきています。で、このグラフは日本全国の数。まあ日本全国というのは、東京も沖縄も大阪も北海道も全部一緒にした日本全国の数。なので、次に都道府県ごとの感染者数を見てみましょう。これは都道府県ごとの感染者数です。都道府県は東京都とか北海道とか大阪府、それから広島県とか、これは都道府県です。日本には都道府県が47あります。で、47全部覚えるのは大変ですね。私は小さい時、学校で都道府県のテストをしましたが、何度も失敗しました。でも今は全部わかります。はい、じゃあグラフを見てください。今、感染者数が多いのは、東京都、それから大阪府ですね。やっぱり人がたくさん集まっているので、感染者数も多いです。あとは北海道、沖縄も感染者数が多いですね。沖縄は小さい島なのに感染者数が多いのでちょっと心配です。このように今日本でコロナの感染者数が多いので日本政府はこの画像の赤い都道府県に緊急事態宣言を出しました。私も東京に住んでいるので、緊急事態宣言が出ていますから、今あまり外に出てはいけません。早くコロナの状況が良くなるといいですね。皆さんは今何をしたいですか？私は早く旅行したいです。あと、早くマスクをしないで外に出たいですね。あと、どのぐらい時間がかかるかなっていう感じですね。1年か2年かわかりませんが、早く終わるように祈りましょう。それから、日本でワクチン接種が少しずつ始まりました。ワクチン接種は、ワクチンを受けることです。で、日本政府は、東京と大阪にワクチンのための大きな場所を作ったので、24日からたくさんの人にワクチン接種ができるようになりました。でもまだ65歳以上ですから、65歳の人と66歳より上の人しかワクチンを受けることができません。私はまだまだ待たなければなりません。はい。じゃあコロナのニュースはこれで終わりにします。じゃあ次は
芸能人の結婚のニュースです。皆さんはこの人を知っていますか？この人は星野源さんです。星野源さんは日本の歌手、俳優です。歌を歌ったりドラマに出たりしている人で、とても人気があります。星野源さんの有名な歌はたくさんありますが、聞いたことがありますか？もしなかったら後で YouTube で聞いてみてください。星野源さんは1981年に生まれたので、今は40歳だそうです。それからこの人を知っていますか？この人は新垣結衣さんです。新垣結衣さんは日本の女優、それからモデルです。とても綺麗ですよね。私も小さい時からずっと新垣結衣さんのドラマや雑誌などを見ていました。日本でとても人気があります。新垣結衣さんは1988年に生まれたので、今は32歳だそうです。で、この二人が2016年に一緒にドラマに出ました。そのドラマは、逃げるは恥だが役に立つというドラマで、私も2016年に見ましたが、とっても面白かったです。このドラマの歌が星野源さんの歌で、とても人気があったので、2016年はみんなこの歌を歌ったり踊ったりしていました。どうですか？いい歌ですね。で、この二人がなんと5月19日に結婚することを発表しました。もう本当におめでとうございますですね。日本人はみんなびっくりしました。ドラマの中で結婚した二人が現実でも結婚しました。ということで、とってもいいニュースですね。このドラマはタイトルがとても長いので、みんな逃げ恥と呼んでいます。なので今回の結婚は逃げ恥婚と呼ばれています。逃げ恥というドラマで出会って結婚したので、逃げ恥婚です。この言葉はツイッターとかウェブサイトでトレンドになっていました。このニュースを見て、私ももう一度逃げ恥を見たくなったので、後で見ようと思います。このドラマは話も面白いし、日本語もあまり難しくないと思うので、時間があったらぜひ見てみてください。はい、今日は2つのニュースを紹介しました。どうでしたか？私は NHK のウェブサイトを見ながら動画を作りましたが、 NHK は簡単な日本語で書いたニュースも配信しているので、時間がある人はそのサイトも見てみてください。日本語の勉強にとっても役に立つと思います。 URL を下に貼っておきます。それでは今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。これからもいろいろな日本語のコンテンツを作ろうと思っているので、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。